はいどうもピヨキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。そういえば最近ですねチャンネル登録数2万人突破ありがとうございます。でそのですね2万人突破記念動画っていうのを出したいんですけれども、ちょっとこっちもですね準備っていうのがいろいろありまして、でもですね皆さん期待しててください。まずですねツイッターをフォローしてくださいフォローしてたらきっといいことが起こります。それじゃあ僕ね青だから青いきます。うまい見た今の青の土管の行き方。待ってこれルイージ上行って、ルイージ上行ってよ、こっち来ないで、マジでこっち来ないで、ルイージおっしゃざまあ、じゃあこれ左だね。オッケー、これ登る系のコース得意だよ。ルイージ遅れてます。はい、僕はここで勝ちますきっと。いや大丈夫、こんくらいぐらいの遅れ取り戻せる。はっオッケー、うわルイージ早いね遅れたくせに。ほっで右で左、いやこれは取れるよ。ほっよし取れる、チャップチャップ、いやきつい、この狭いのきついけどこの狭いのちょっとあれ楽しいよね。という僕はド M なんですか、どうなんですかね。あこれはちゃんと狙っていこう。はい、大体ねこういう系のバトルコースってこう落ち着いたらねだっていけるんですよ。はいほらね、見て見てほら、もうこんくらいぐらいのね落ち着きがないとむしろ勝てない。はい来たでここでバネで右で次左かな、来た、いや勝ったね。これはどうもありがとうございます。うわまたなんか悩ましい感じでね、ここ多分速攻でアイテム出てくるんじゃないかな。ここ、いやそっち入れるの、あプロペラいる、プロペラ1個ちょうだい。まあキノコ上に上がっていく感じ、知ってるんですかこのコース、キノピオずるくないですかね何それもう何なの、またバトルコースじゃん。あこれあれだね、フラワーを避けながら行く感じのコースだね。だから今ね僕がファイヤーフラワーか、この黒のフラワーを取らないようにしなきゃいけないコース。うわあぶね、だからファイヤーフラワーを取ろう、これ得意だよ、急な判断ね、この急な判断なかなか判断力がすごい僕ですよ。じゃあオッケー、あとはこのラグさ、ちょマリオ一緒じゃねえかマリオ今のラグきつかったよね。オッケー、マリオと全く一緒だね。おここは避けれる、来た、うわどっちのがいい、いやちょっとマリオのが早いか、いやでも大丈夫、オッケー、ここは普通のフラワーだね、マリオと一緒じゃんまたっていうことはこれ僕上を見ればいいんじゃないのね、上見たらちょっと先まで見えるよね。いや大丈夫、ほっうわもうちょっと引っかかって、マリオ引っかかって、最後なんかすごいの来て、最後すごいの来て、あーこれはバトル用コースかな、なんかさドッスンがいて P が4つあるもんね、多分バトル用コースじゃないのかな、ちょっとコース名見てなかったんですけど、あやっぱそうだね。じゃあ僕一番上いきます、うわちょっと待って一番上、いや待ってルイージルイージルイージ向こう行って、ルイージルイージ向こう行って、あははミスった待ってまだ間に合う、結果オーライ結果今さなんかロケットスタートしたみたいな感じになったと思うんですけど、これは僕このカートに乗っていきます、多分乗ってった方がいいと思うんですよね。ほら多分これ乗っていった方が早い、オッケーでこのままチャップ、ほらキノピコより早いよ、ほらキノピコ損したね、これは乗ってった方がいいっていうことをですね瞬時に判断できた僕を皆さん褒めてください。そしてルイージ早いねルイージちょっと、うわっこれは上から行く、どうしよう、捨てていった方がいいのかな、捨てていこう、オッケー、ここでうわマリオ早いね、大丈夫勝てるよ、うわマジこのトゲゾウが怖え、オッケー箱いるのかな、一応このトンカチ持っていこう、あ来た、オッケー、よしこの箱持ってきて正解だったね。でこれはブンブンを早く倒した人の勝ち、うわはは遅い、オッケー、これ右来てブンブンこっち来て、ここら辺で戦おうぜ。でねなんかねリスナーさんから聞いたことあるんですよ、あと1回踏んだらブンブンがやられる時ってブンブン透明化になるんだって、まあ今なってるんですけど、なるほどと思って、よしマリオより速いんじゃない、ずるいそれはずるい、マリオ今のずるいよ、これはコースのせいでしょ、ねえねえマリオもうちょっとなんか申し訳なさそうにしてよ、はっ、いやっけっ、やったいやこれは奇跡だね。さて今度はねクッパトゥルッパって書いてたんですよね、おマリオ
なんかマリオお知り合いですかね。なんかめっちゃこっち見てきたね。オッケーナイスマリ今のあ、これ見たことある。いやマジで見たことある。これ勝つよねえマリ。多分ねみんなもよく知ってるあのコースだと思います。まあ、よく出てくるよねあのスーパーマリオメーカーっつのこのみんなでバトルで。オッケーでここで僕害悪になります。おい、いや誰か当たれ。うわうまいいやでもまだワンチャンあるよ。誰か当てましょう。ほりゃなんで当たんねえのまた掘ってるしいや逆にすごくないこの神的な感じ。マリオだけは当てるのはちょっと避けたいんでね、あの後ろのルイージ当てましょう。当たんねえマジで当たんねえ。あマリオどうした。マリオ狙ってきたね。マリオおりゃ、いやくそ無敵時間だったか。でもさこれマリオ僕に勝たせようとしてきたみたいな、そんな感じかな。キノピコもめっちゃ挨拶してきたねよろしくお願いします。あめっちゃ可愛いな。ああれなんだったっけあれ見た目見た目見た目ってアバターってすぐ出てこないんだよな。なんかすぐね言葉が出てくる人って頭いいって聞くんですけど、うん僕頭悪いんでしょうねきっとすぐ出てこないんで。じゃあマリオ早いね。おー危ね。オッケー。確かさっきのキノピコだったよね挨拶してきた人。うわ先有利だな。でも先有利ですけど、まあ先有利な一言ねやられるっていうね。やっぱ後ろの僕が怖いんでしょうきっとね。怖いよねマリー。うわここむずけいや全然むずけくねえけど。オッケー、あとはゆっくり行こうね。大丈夫落ち着いてね。キノピコ、あ違うキノピオいつも間違えるんですけど。さあ取るかな、取らない。うわ怖え、取りそう。でも多分この人取らないと思うんですよね。てか今日調子めっちゃいいね。はなんかピオキングいるじゃん。あ違うピオキングか絶対リスナーさんでしょあれは。見ててよ、何もしないでも絶対挨拶してくるよ。ちょっと挨拶してきてキノピコ。これ取ります、取ります。うわっは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 、いたまえ闇の世界から降りてきた。趣旨を変えてゲスキングになってみましょうあ、待ってルイージ挨拶してきてる。ゲスキングわかんの待ってちょそこが気になる。ルイージ待って、それ聞きたい、教えてねえ。何気に今上手くなかった待ってゲスキングだからね、やっぱ神のコーラ重要だと思うんですよ。あ、さあこれは難しそうだね。ぜひ1番に行きたいところですけれども、これは全自動なんかな、どうなんだろう。ちょっと落ち着いていった。ちょっとブンブンどこ行ってんの。ちょ、いやなかなかいいところいるねさてどうしようねみんな、どうする。ちょっとこれむずいよ。これ一旦右ここ出るでしょ、出てよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。